カッパ延長グッズ第7弾販売開始のお知らせです。日本最高級クラス黒毛和牛本革仕様カッパ延長ロゴ入り桶忘れ防止類で靖国神社のお守りも入る一生使える日本史上最強クラスの人生最後のお財布特典動画お金を引き寄せる方法成功者は誰もが知ってる簡単な秘密付き3日間限定販売になりますのでお早めにどうぞ。はい、どうもカッパ延長です。じゃあね、この動画ではね、今度また小野田君議員のお話なんですけども、まあ、この小野田議員の話というよりも、ね、この小野田さんがね、この岸田政権のこの移民政策、これに対してね、この質疑でね、まあ、紙対応というか、紙質疑ですかね。うん。まあ、岸田内閣、まあ、岸田総理の、岸田首相のこのね、まあ、答弁というか、それをまあ、なんかこう、逆手に、取って、ね、だから、ダメですよね、移民政策は、っていう格好で締めたと。まあ、それでこの紙質疑が話題になってたっていうんで、ちょっと見ていきましょうかね。まあ、小野田さんがこの安い労働力を入れて労働環境の改善なしに、目先だけごまかせば10年後には外国人、も、要は外国人材も日本企業を選ばなくなると。そもそも外国人たちが日本企業に目を向けなくなると、見向きをしなくなると、で、この岸田総理のそれに対してまずは国内で働きやすい環境整備を務めることが大事ですねと。で、小野田さんが、まあ、ということで、国内で努力を十分せぬままに、特定技能2号の拡充議論に安易に行くのは反対です。ですよね。っていう形で、まあ、なんか、とどめさせたような格好ですかね。まあ、しかもね、これ、まあ、映像があったんで、ちょっと見てみたんですけども、まあ、小野田さんがね、この、まあ、ハキハキとね、まあ、淡々とというか、まあ、ハキハキとね、この、発言、まあ、質疑、に対して岸田総理がなんかこうなんていうのかな、歯切れが悪いというか、そのまあそこまでなんかもうグダグダではないですけど、まあでも限りなくそういう調子、なんかね本当この人勘弁してくれよって感じなんですけども、まあだからまあそうですよね、こういう小野田議員こそね、この国民の代表としてね、頑張っていただきたいですよね。だって今のあったら実質移民解禁って言われても仕方がないじゃないですか。まあそもそもがね、このなんだろう、しっかりとしたというか、この地盤作りをしないで、ね、労働者の権利をそもそも守れると思ってんのかよっていうね、そういう話じゃないですかね。まあ、岸田総理は岸田総理で個人的にこれについても何も考えていないと思いますし、そもそも質問された意味すら分かっていない、しかもやる気もない、そういうね態度に見えましたよ、これ映像を見る限りじゃさ、だからまあこのね、国内のこの無職失業者失職者の社会復帰とかね、再就職斡旋、こっちが優先課題のはずなんですよ。で、農林水産業をね、魅力ある職業に押し上げることによって、だってこのね、日本のこの自給率とかだってアップすることができるわけですよね。つながるじゃないですか、確実に。だからまず日本国内で改善していくべきことが山ほどあるはずだから、ね、わざわざこのね、よそからこの外国人材をね、入れるような安易な方法にね、逃げんなよっていう話なんですよ。だから結局金なんですよね、金。まあちょっと若干ね、話がそれかかりましたけども、このとにかくこの岸田内閣、この岸田政権のこの公約違反がひどすぎません？最近というよりも最初からですよね。ねえ、この新自由主義からのこの転換どころかさ、ねえ、新自由主義経済促進じゃないですか。しかも移民解禁でしょ？これがだって我々日本国民にとって、ねえ、下手したら、っていうか、もう結構とどめの一撃になるんじゃないかっていう、それぐらい危ういね、そういうことをこの人たちは進めてるわけですよね。いや、これもう今すぐね、退いてもらわないと本当に大変なことになりますよね。だってまずは我々日本国民の雇用確保、これこそ最優先にしてもらわないとおかしいですよね。だからもっともっとこの自民党内でね、この小野田議員のようなね、方のこの発言、影響力、力がもっともっとパワーアップしてくれないと。だからそれに引き換えというか、もう岸田総理はさ、これ恥ずかしいと思わないんですかね。あまりにもひどすぎるでしょう。
だから もちろん小野田議員のねこう発言こう質疑は素晴らしいんですけども、うん、なんていうかねこういうことをぶつけられてね、てかこういう問題をさね総理がね、本来だったら総理が率先してさね率いていく側の立場にいなきゃおかしいのにね、逆だからな、日本壊しにかかってるからね、総理を筆頭に岸田内閣が、うん、おかしいよな。でね、この議員の方、小野田議員みたいにね、この議員の人たちだけじゃなくて、ね、例えばこのアメリカ人のある YouTuber の方もね、この日本が移民をね、受け入れることにこの反対の声を上げている人とかもいるんですよ。まあこれもちょっとね、まあ映像あるんでね、URL 載せときますけども。なんていうんですかね、この、まあもう本当ね、おっしゃる通りとしか言いようがないんですよね。日本は移民を受け入れることで、元のこの日本独自の文化、ね、日本独自のこの思想そのものまで、すべてね、変わってしまう危険性があると。うん。移民を受け入れることで、もともと日本にあった日本の文化や、日本人のね、この思想そのもの、この外国人の受け入れ方まで、すべてが変わってしまう危険性があるぞと。分かってやってんのかっていうか、警鐘を鳴らしてくれてるんですよね。まあ興味ある方、これ元の映像ね、ご覧いただいて、全然ね、ためになるというか、貴重な、うん、コメントだと思いますよ、本当に。うん。だから今の日本のさ、このワイドショーとかのテレビのさ、コメンテーターとか、やる評論家とかさ、ね、まあ現職のこの議員なんかがこう連れてこられてさ、ね、コメントを求められたりとかするじゃないですか。ね、あとはほら、国際関係なんちゃらの専門家とかね、うん、ある女性とかさいるじゃん、うん、あんなやつらなんかには絶対言えない意見ですからね、うん、だからもう現実的な、そうだからもうだって現在進行形で日本が壊されかかっている現実的な現実の話ですからね。でそれをね、我々そうだからフィフィさんみたいな感じですよ、この YouTuber の方も、うん、我々日本生まれ日本育ちの日本国民よりもね、もっともっとなんか危機感を持って日本のこの現状もそうだし将来を憂えているわけですよね、うん、そういうことでしょ、うん、だからピーピーさんもそうじゃないですか、普段おっしゃってることは。だからもっともっとこの多くのなんていうんですかね、この日本国民ね、全日本国民が知っとくべき話ですよね、うん、そう、これはまあもちろん僕も例外じゃないですよ。日本国民はやっぱり日本国民こそだよね、こういう意見、ね、こういう発信をしている、ね、外国から来た、ね、で日本に暮らしている、まあ、この YouTube、YouTuber の方はアメリカ人の方ですけども、まあ、そういう人たちのこういう意見を、ね、真剣に聞いて本気で危機感を持たないとまずいことになりますよね。うん、だから日本のね、もう変な話もバッチつけた国会議員たちなんかよりもね、ずっと日本のことを、ね、現状の日本もそうだし、日本の将来のことを正しく客観的にね、要は判断して、いやこれまずいですよと、まずいことになりますよ、日本国民はこのまんまでいいんですか、正気ですかっていうことをね、うん、真面目に考えてくれてこの情報発信してくださってるんでね、まあこれは本当ね、一回ご覧いただいた、まあ多分これご覧ってのはあなたはね、うん、まあ確認するまでもなく、うん、この移民政策についてはね、うん、ご存知だと思いますけどもね、だって一回入れたらもう二度と元に戻んないですから、うん、これはだって他に、特に欧州ね、EU 諸国なんか見てればもう一発ですよね。まあアメリカでもいいんですけども、二度と元には戻らないですからね。うん。いやー、だから結局さ、うん、日本の、うん、移民政策についてね、やっぱりね、ダメですよ。うん。安易な考えっていう言い方もね、軽すぎる。うん。本当に文字通り日本が破壊されていくだけですからね。うん。だってもうすでに一部ね、この日本全国で各地でね、うん、細かいこと、小さいことからですけども、日本がね、もう変えられ、壊されかかってきてるんですから、例えば、すでに地域によっても問題が起き始めてますけど、ね、多分お子さんいる方とかご存知だと思いますけど、例えばですね、ね、この移民の子たち、ね、当然学校通えますよね。で、親がね、学校給食にね、うん、まあこのハラルとか宗教のが絡んでくる話とかね、ピンとくると思いますけど、豚肉出すなって要求したりするんですよ。え、
日本生まれ日本育ちの日本の子供が豚肉食う権利はどうなるんだよっていう、そういう話ですよね。で、豚肉食べれないのにね、なんでとんかつや餃子をビールで流し込むような食文化の日本になんで移ってきたんだよって話なんですよ。あと日本のこの経営者層の多くはね、安い労働力を望んでいるっていうこともありますし、実はこっちの方がやっぱり深刻な問題ですよね。そんな経営者層のおかげでね、日本の労働環境は最悪なのが知れ渡ってるから、優秀な人材が入りにくくなってきてますよね、だん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 年々。だからそもそもこの外国人だから、ね、途上国から来たから、ね、安く使っていいと考えている、これがもう間違いのもとですからね。いやー、他にも挙げたらキリがないんですけども、とんでもない状況になりつつあるのを我々日本国民がもっともっと正しくね、知るべきですよね。移民政策なんて絶対許したらダメなんだけど、もう結構あちこち壊れ始めてますけどもね、大丈夫ないんだけど、大丈夫ですかねじゃないです、もう大丈夫ないんだけどね、止めないと、止めましょうよっていう状況ですね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。